はい、皆様こんばんは。三浦美幸コンサーティーナの時間になりました。11月になりましたよね。もうあっという間ですけれども、まあ今日は2日ですね。それで9日です、間違えました。今日は11月9日ですね。まあイベント的にはですね、今薄い時期なんですよ。12月を前にですね、こう割とこういつも通りっていうか、こう学生さんだと何の行事もない時期っていうかねそんな感じの日々がずっと続いてるんですけどね、これがね甘く見ちゃいけないですね。こういう時期にですね、計画をこう深めたりですね、あるいは立てたり追求したりする時間でちょうどいいんですけれどもね。でもまあそんなにストイックになることもなく、まあ楽しいことがたくさんできる時期ですのでね、こうちょっと一息ついて、昔はねよく一人飛びとかね、こうしたいとかするとかありましたけど、この長い3年ぐらいのねコロナの生活の後、今割と緩和されてますので、きっとお友達とね2人とか3人とかで旅に出たいなとか、まあ近場でもね温泉旅行とかできますしね。それから私なんかはですね、もう趣味に勤しむ時間が欲しいので、疲れない程度に、指がね疲れない程度にいろいろ趣味を遊ぶんですけれどもね、こういうことができるっていうのはまあゆとりにつながっていいですね。なんて言ったら、こういろいろ勉強ができたりとかね、そんなことが人生にね糧になると思っていたんですけどね、あまり違いますね。自分をいかに楽しませて、のんびりとストレスなく楽しく時間を維持できるのかっていうのがね、多分ね一番人生に必要な能力かもしれないと、この頃ね改めてね再確認するようになりました。私それバッチリですね。楽しいことを見つけるのをすごく上手っていうか、好きなことが山ほどある人ですのでね、そういう意味ではこの閑散期っていうのかな、こういう時期に十分楽しむ機会をねたくさん持ってるというね、まあ自画自賛でございましたが、はい、今日も30分間お楽しみに。はい、改めましてこんばんは、三浦美幸です。あれですよね、東京なんかですよね、コロナのねその感染者数がねじわじわと上がってますよ。やっぱり3000、4000、5000、6000というふうにね、どんどんこう順調にというかね、まずいことに上がってきてますのでね、まあハロウィンもありましたしね、それからまあ街に出ると、まあ休日も含めてね、とても人出が多いということを感じますしね。まあマスクは皆様してらっしゃるんでしょう、日本人の場合はね。外人もの方々も旅行客の方々ですね、マスクしてらっしゃいますね。だけども随分それが効果があるっていうふうに聞いてはおりますが、やっぱりね自宅に帰ってマスクを取ってしまった時とかね、家族で感染してしまったりとかいろいろあるんでしょうね。やっぱりね学校という単位でねインフルエンザが流行って、集団で学校休みになるみたいなこともよくありますしね。それと同じパターンでやっぱり同じちっちゃな室内で何十人もの、その人々がですね同じ空気を吸って何かをしているっていうのは、いくらねマスクをしててもね、それは防げるものではやっぱりないと思いますよ。もう不可抗力ですね、誰の責任でもないと思います。でもやっぱり寒くなってきた分ね、北海道とかでねどんどん上がってますよね。ということはですね、予防接種をねするかどうかっていう、そのいろいろと連絡がね来ますよ。でもね以前は事前予約が必要だったんですね。電話をしたりとかね、混雑してて大変とかね、今はそんなことは全然ありませんね。お知らせが来ましただけのことで、なんか例のお決まりの問診票みたいなのを当日その場でもらうか、あるいは持っているものに書くかして持っていけば、いつでもどこでも、その区内ならばってことですね、予防接種を受けることができるというね、まあ、ウェルカム状態に今なってますのでね、さあどうぞと言われましてもですね、これがね皆様何回予防接種をなさりましたでしょうか。通算足掛け3年ですよね。半年ぐらいに一遍ずつ
ずっと接種してるわけですよ。私なんかはですね、まあ、そのイベントとかに出るっていう手前もあるし、まあ、あの電車乗ったり多くの方々とお会いしたりすることもあるからご迷惑をかけてはいけないということで、ちゃんと4回までは接種してあるんですね。ですけれどもね、今度5回目ですよね。さすがにですね、こうあのね、こうさしに行こうというね行動力にね、かけますね。どうしちゃったことだろうと思うんだけど、いけないいけないと思うんですけれどもね、私インフルエンザの予防接種もしたことがないっていうか、何十年もしてないので、結果的に久しぶりにした予防接種が、コロナの予防接種だったという、そういうことにはなっているんですけどもね。いやー、打ってからしばらくしないと効かない、効力がないとはね、おっしゃってますけれども、いやちょっと待ってくださいよって感じで今しております。でもまあこれからいろいろと外に出る機会が多くなるのでね、しっかりマスクをしてですね、マスクをちょっと新しく密閉度のいいのに新調したりいたしましてね、頑張っております。はい、では今日の1曲目を聴いていただきましょう。アルマンダインからソアリングバード。はい、アルマンダインからソアリングバードでした。イングリッシュコンサティーナですね、まあ、見たことがない、ご存じないって方が多いかと思いますけれども、世界的にあまり演奏人口の多い楽器では決してないんですけれどもね、ワールド、コンサティーナアソシエーションですね、 WCA ね、まあ、日本にもね、ない、日本にはないんですよ。私一生懸命ね作らなきゃいけないと思ってね、考えてはいるんですけどね、足が動かないんですね。でも仕方がないんですけれども、もうちょっとしたら頑張ります。こうイギリスにあるその協会なんですけれどもね、日本のアコーディオン協会のことをねちょっとこうお話しするとね、やっぱりね関東関西っていうふうにねちゃんと2カ所ぐらいにあるんですよ。
全日本アコーディオン協会かな JAA という方のお仕事をしてますけれども、そちらは関東バージョンですね。日本全体なんだけど、まあ、関東ですね。で関西にもねあるんですね。あ、関東アコーディオンなんとかってのもありますわね。そういう意味ではこう、まあ当たり前なことなんだけど地方性はあるんですね。こちらのゾーンかこちらのゾーンみたいなね。そのイギリスでもやっぱりその南と北にその一つ一つというふうにあるんですけどね。特にイングリッシュコンサーティナに特化したその教会がねいいですよね。その南の方のっていうかロンドンに近い方の、イングリッシュコンサーティナ教会に以前ねコンサートにもお邪魔したことがあって、その経緯もあって参加させていただくことになったんだけども、きっとねまたびっくりしちゃうようなものをね私はで参加することになるんだろうなとは思ったんですけどもね、まあいいかなっていうか、まあ私らしいねってきっと思ってくださるかなって思うんですね。やっぱりねこうわざわざその特徴のあることをやろうと思ってるわけじゃなく、私の中にあるイングリッシュコンサーティナの文化としてはこういうものよねっていう、まあピアソラを弾くんだけどね、こういうものよねっていうイメージっていうのがねこう定着しているものがあるので、それを私らしく表明するのは、まあ、妥当なところかなと思うんだけど、多分なんていうかな、アヒルの群れの中にですね毛虫が一匹いるみたいなね、それ桁の違いですよ。アヒルとガチョウとかねハトとかねそんなもんじゃないです。もう全く違うんですね。残念ながらというか当たり前というかね、そういうことがあるので、まあ、その残念ながらビデオ投稿になってますけどもね、世界の演奏を皆様聞くことができますので楽しみにしていてください。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。アコーディオン協会のお仕事ご依頼をちょっと受けた手前にね、パソコンをたくさん打たなくてはいけないことになったんですよ。それね、スマホでほとんど用が足りる時代になりましたよね。なのでインターネットは、まあ、スマホで見、まあ、それからパソコン持ってますちゃんとね、ホームページもあるしね、なのであるんですけれども、パソコンに入った最新メールは全部スマホに転送されてくるようにセットしてあるので、自分的にはですね常にこれはおニューな状態だっていうね、新しい最新を見てるというね実感はあったんですね。でもスタマに開かなきゃいけないなとは思っていたんですけれどもね、さすがにたくさんの文字を打つときに、あ、スマホではやっぱり使われるなと思って、前丸ごとアコーディオンという本を書いたときに確かたくさん使ってバシバシ打ったんだけども、でも指は覚えてました。手は結構早く動いたんですけども、超誤字脱字でね申し訳なかったんですけれども、そしたらですね、なんと2014年ですよ皆様。いつの昔だろうかね、今22年ですよね。もうとんでもない昔、10年は昔じゃないけどもね、あっと驚くほど昔からパソコンを開けてなかったことにが判明したんですよ。きっとって思われてる方いっぱいいらっしゃると思いますが、それで仕方がなく、あ、ダメだったらば、ネットカフェみたいなところに行こうと思ったんですね。だけどもいや、なんとかねつながりそうだったので、とにかく開けてさまざまなものをこうダウンロードしているのを見つつ、ノートン君が新しくなりつつっていうのをねずっと見たまんま、まず一晩終わりました。次の日になりましたっていう感じでね、たまに切れてたりしてね、もう一回繋いだりしてね、そんなことした結果無事に動くようになったんですよ。もう奇跡的です。なんとか自宅の LAN をね引っ張ってきてブスッと刺して、それでネットに繋がったんですね。本当にいけません。これはね大きな反省課題でした。まだまだ打たなきゃいけないことたくさんあるし、直さなきゃいけないものたくさんあるので、まだしばらくこうずっと使うんですけれども、ちゃんとね身の丈に合ったものを持たないとダメですね。私にとってパソコンというのは、あ、ややもするとスマホですらね、私の能力機能オーバーですよ。多分ね余白がたくさんあるっていうかね、ほんの一部分しか使えてないんですね。まあメールを出してネットを見るぐらいのね、そのぐらいしか両方とも使えてないっていうね、まあ
ちょっと写真ぐらい画像ぐらい撮るかなぐらいのはあるけどもね、それはスマホですからね、もうパソコン様って感じでね、お座布団置いて、あの隅にちゃんと置いてありますけれども、今度からちゃんと一月に一遍ぐらいは開けるようにしようかと大きく反省いたしましたということでございます。はい、では今日の2曲目を聞いていただきましょう。アコーディオンの CD を久しぶりにおかけしようと思います。スカラベからTime to say goodbye。はい、スカラベから Time to say goodbye でした。そうなんですね、この CD は結構強引に作ったんですけれどもね、この当時っていうかこの時代のね、私の人生のこの時代は結構たくさん CD を作ってる時代で、まあね、1個作っただけでもね、それは嬉しい宝物っていう感じだっていうのにからね、もう麻痺してたくらいにね、ポンポンとね、毎年1年半ぐらいの間にたくさんこう曲を書いてコンサティーナも含めてね作ってたんですけれども、このスカラベに関してはまあ私がねアコーディオンを弾いてるという状況の最盛期だと思います。今やですね、残念ながらというか私がというとコンサティーナを弾くこと以外は私には要求がないですねされないというか、それはねそれ当たり前なんですよ、それでいいんです。私はコンサーティーナを弾く人であるという認知がね、認知度がちゃんと確定しているっていうことだと思うんですね。まあ以前は弾きましたけれどもっていう感じではないんだけどね、お仕事はしてますけれども、でも
まあ、表現の手段としてどっちを持つかって言ったらばやっぱりコンサーティーナを持ってしまうかなっていうのはありますね。それから夜立ちに並みに勝てずに、例えばあの重たいものを持つということに対するね、こう皆様から見た負担感っていうのは嫌だなって思うんですよ。あ、例えばあのつまずいて転ばないかなとか、あるいは重そうだなとか思われるという行為が嫌で、まあ、その分だけこう頑張って軽々しく持つんだけど、所詮12キロですね。コンサーティーナはそんなことはちっちゃな楽器ですからね。そういうのがね、私的にはかっこよくないなっていう感じがあって、きっと俳優さんとかもあるんじゃないかなって思うんですね。自分が年齢が重なっていくことによって自分がこう崩れていくっていうね、どうしようもないそのこう自然の摂理ですよね、にその耐え難くっていうね、やめたいって思う方もいらっしゃるかもしれない。私たちの場合は売りは顔や体ではないので、能力の方なので、そのそういうことはないけれども、でもやはりね、その肝心なところにやっぱりあるんですよ、ハンディが。あのそんなに私は力持ちではなかったってことですね。頑丈なあの体ではなかったってことですね。でもそれは運命的にね、出会ってますから、そもそもコンサーティーナにね。だからこれで人生は良かったと思ってますよ。そういう意味でスカラベは私にとってとても大切な CD なんですね。他のコンサーティーナの CD がこれからまた何個かできることは大いにあり得ます。はい、コマーシャルです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ですね、11月に入ってからですね、いろいろ値上げになりましたよね。あのね、一番私的に答えているのは乳製品ですね。そんなにあのミルクを飲むタイプの人ではないんですね。でもね、あの生クリームとチーズは使います。牛乳はないけども生クリームのパックはすでに常にあるんですよね。泡立てて生クリームにするわけではなく、もっぱら調理ですね、かあれはコーヒーですね、やっぱりね、にあの使うことが多いですね。あのなんて言うんだろう、 生意気にもですね、すごくコーヒーが好きな人なので、数年前にですね、あのエスプレッソマシンをね買ってずっと愛用してるんですよ。あのルンゴサイズとかね、あの玉を入れて使うやつですけどね、ダブルのエスプレッソにして生クリームを入れて飲むとね、やっぱり美味しいですね。まあなんだろう、豆の違いとかいろいろあるから、どこぞのねプロのそのコーヒーのようにそのうまくいってるかとか分かんないけど、でもややもするとそれより美味しいよねって感じることもあるのでね、いいんですけれども、これは困りますよ。それでね、聞くところによると、あの普通のケーキは値上げをぐっと我慢したけども、クリスマスケーキに関してね、やっぱりあの1割ぐらいは値上げになると。当たり前なことですよね。あのいろいろな問題があって、輸出入のところにね、潤沢な状況がないってことなんだから仕方がないなと思うんですけれどもね。でもクリスマスケーキは注文してたかな、注文してたっていうか、まあ、買いに行ってましたけどもね。美味しいお店の場合はね、注文しないとダメなんですよ今ね。でもね、12月過ぎですね、来年になると、もっともっと本格的に値上げが始まるっていうふうに言いますからね。どうなんでしょう。あまりお買い物にあのこう値段を見て買うっていう関心がなかったんですけれども、なんとなくね、買うとまとめて買うことが多いんですけど、今まで1万2000円ぐらいだったのが1万5000円だの、あれれれっていうね、ちょっとそんな感じはね、実感としてありますのでね、やばいですね、まずいと思います。ちょっと節約しなきゃねってね。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたしました。